2020年4月の第2週、今回なんですけども、見ての通りは雨模様でありますが、今回は滑りに行くって感じではなくて、過去の動画の方を紹介したいと思います。今から3年前なんですが、2018年3月4日津軽の南部にある栗山スキー場、下の方に滑りに行った時の映像の模様をちょっとお送りしたいと思うんですけども、ちょっと3年前の話なので、今回なんですけども、今のちょっと栗山スキー場がどんな感じになっているか、ちょっと中の方に入ることはできませんが、そちらの方の様子を伺いに行きたいと思います。そんなことで今回もよろしくお願いします。3週にわたってお送りした過去の動画ゲレンデ巡り、今回は2018年3月に訪れた栗山町スキー場の模様をお送りします。栗山スキー場なんですが、2019年10月に廃止となり、今は営業しておりません。今回の動画は最後のシーズンとなった3年前の滑りの模様と現在のスキー場周辺からの模様をお送りします。それでは本編スタートです。今から3年前の映像となります。2018年3月4日津軽南部の動画園で栗山スキー場に向かう模様です。場所は栗山市街地の東側にゲレンデの入り口があり、駐車場は離れた場所にありました。ここからゲレンデは見えませんが、前方の開けた場所が駐車場となってました。当時はこちらに訪れるまで道を迷いながらでありましたが、ここから以前あったゲレンデは徒歩で行きます。住宅街の山沿いの道を歩き、今は閉鎖された階段が見えたら入り口であります。階段を上がれば栗山市街地が見渡します。市街地の向こう側の北長沼スキー場も見えます。そしてロッジが見えてきて、その向こう側にゲレンデがありました。訪れた年は平成も残り1年でありましたが、昭和の雰囲気をそのまま残した良きゲレンデでありました。何よりも一番印象があったのがこちらのシングルリフトです。栗山スキー場はシングルリフト1機、コースが4つのゲレンデ、そしてリフトですが年季が入っております。開設は1971年、おそらく開設当初のトラス構造の鉄塔となっており、当時としては道内最古のリフトと思われます。平成の終わりに昭和レトロな雰囲気のゲレンデにあります。そしてリフト山頂へ、まずは老朽コースの模様です。
続いては初級ファミリーコースの模様です。今回は時間の都合で2本のみの1回券2枚のみの購入でありました。どっち内も当時は食堂も営業しており、こちらも昭和のヒュッテの雰囲気が残り懐かしさもありました。そして再び翌シーズン訪れたのですが、道内最古のリフトの時代とともに老朽化が進み、2018-2019シーズンは休養へ。令和となった2019年10月、栗山スキー場は49年の歴史に幕を下ろしました。そしてここをまっすぐ行きますと、スキー場の階段が見えてくるっていう感じになっております。今はもう閉鎖されているっていう感じだとは思うんですけども、こちらの横ですね。階段はもう開放はされてますね。これが栗山スキー場に登る階段であります。遠方からの旧栗山スキー場の映像です。以前は階段から見えたドッジはすでになくなっており、リフトも撤去されておりました。最後のシーズンにての最初で最後の滑りとなってしまいましたが、ここに訪れたスキーやスノーボーダーにとっては令和になっても思い出として残っていきます。今回3年前の映像となりましたが、3週にわたってお送りした過去の動画ゲンデとしては終了であります。次週以降からは当面の間週1回土曜日のみの動画アップとなりますので、今後もよろしくお願いします。Thank you.